はい、というわけでですね、はい、今週はアキラ 100% にゲストに来てもらいましたけども、早いね、今日最後なんですよね。ありがとうございました。いや、本当今週ね、本当目いっぱい先生にね、いや、本当ですよ、いっぱい俺仕事したら来てもらいましたよ見てもらいましたけど、はい、実際どうでしたか、そう、ね、一瞬感想、うん、正直な感想でいくと、うんうん、すごくいいことをたくさん言われたなと、うんうん、思ってます、はい。まあ、あの今の現状もそうですし、うん、まあ、こう目移りしちゃうみたいな、うんうん、あるんですよ本当に、うんうんうん、直前今まで考えてたことじゃないことを直前でいいなと思ってそれネタでやっちゃうとか、はいはいはい、なんかこうつまみ食いじゃないですけどこう目がね、うん、ブレちゃうことあったんで、うんうん、まあ、そういうのは良くないんだと、うん、もう心に決めて、はい、もう初始貫徹じゃないですよね。そうです、もうこのこれでもう一本で、うん、このお盆一枚、このお盆一枚で、このメタリックのメタリックお盆一枚、そうですね。これだから木に変えたりだとか、そういう変なアクセントをつけない方がいいってことですよね。そうだよね。そうです。鎌倉織ダメですからね。竹のザルみたいなとか、はい。そう、じゃあこれがいいのよ。これがいい。浮気この子がね、うん、浮気しないように。そうですよ。浮気はダメですよ。浮気ダメですよ。それも気をつけて。本当ですね、うん、はい。たくさんいいこと言われてて、僕それを肝に銘じて、うん、とにかくまずあの小銭入れ。はい、小銭入れ、うん、まずすぐ小銭入れ。はい。ぜひぜひ行かせてください。はい、そういうふうにあの、ね、プラスの方に使ってもらうのが、賢い使い方ですもんね。はいはいはい。じゃあ本当にこの最高の番組ですね、これ。BS とか行けんじゃないですか。いやいや、地上波行きたいですけどね。そうですね。まず、あの、地上波。BS なんで BS? 段階がこれでね。はい。行きたいです。やっぱ最高ですね、この番組。いや、もう本当ためになりますし。年に一回やっぱ呼んでもらいたいですもん。ああ、全然来てくださいよ、いつでも。ぜひ、本当来てほしい。はい。よろしくお願いします。この席空いてますから、いつも。いや、こちらは、いやいや、それになってもらえばよかったですね。いやいや、ゲストとしてね。僕はここは居座りますから。マスナミさんもあの大石先生に占っていただいて、ええ、ことともあるんですよね。そうですよ。だから結構やっぱ結構当たるんですよね。当たるんですよ。結構なんかすげえ上から目線で。そうですね。結果がコーラ。これ売れない子だから。これはなんか当たってるでしょ。当たってるでしょ。これマスナミさん。そうですよ。売れない子です。こっち俺で。こっち俺で。これ占いさんと売れない子で。こんなタイトルつけます？先生がつけたんだ。そう絶対売らせないという。なんでだよ。おかしいだろ。もう1年半以上やってますけど、そのままね、まあ、なるほどなるほど、ままなんでね、本当に。いや、最高で、めちゃくちゃ楽しかったです。いやー、もう本当ね、食いついてましたからね、はい、本当に。ありがとうございます、本当にね。はい、うん、まあ、だから先生の言われたことをね、そうですね、こう、これに入れ替えるのもそうですし、はい、浮気注意も、浮気注意も、そうですし、見移りしない、はい、まっすぐ一本道ですね。はい、行きましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかあれですか。そうですね。あと告知というかね、皆さんにお知らせすることがあれば、そうですね。やっぱりピン芸人のお祭りの R1 がね、うん、ちょうど今開催してますんで、はい、まずはとにかくそこで頑張りたいなと、そうですね、まあ、思っておりますんで、ね、はい、応援よろしくと。ぜひ2016年、うん、見守っていただければいいなと。目標はどこまで。優勝いっちゃいましょう。優勝しちゃいますね。もちろんですよね。ああ、はい、いいですよ、強気で。そうそうそう、初志貫徹。初志貫徹です。はい。もう僕は他に選ぶものがないですから。でもその方がね、やりやすいですよね。やりやすそうなんですよ。そうなると。はい、うん。迷わないから。迷わないです。腹をくくるのが一番です。そうそうそう。ありがとうございます。はい。素晴らしいです。ましょう。はい。というわけでね、はい、今週はアキラ 100% にゲストに来ていただきました。はい、ありがとうございました。また明日も見てください。頑張れ、アキラ。